中国の鉄鋼生産量は世界一なのに鉄鋼メーカーは大赤字って本当なの？アー不動産市況の悪化に伴う需要減少で1690社以上が倒産し中国経済も崩壊寸前だな。へえ、日本製鉄がアメリカの会社を買収するらしいけど何か関係あるの？そうだな。今日は日本製鉄の成功が中国製鉄業界に失敗をもたらしたことについて解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。中国の鉄鋼生産量だが2023年には生産量が12億トンを超えると予想されているんだ。日本の生産量の何倍になるの？約10倍だ。中国は鉄鋼の輸出を増やすことで国内の過剰生産を解消し経済成長を維持しようとしている。だが実は鉄鋼輸出で良い結果が出せていないんだ。生産量は多いのに業績が伸びていないのね。ああ、それに比べて生産量は少ないものの業績が右肩上がりなのが日本企業だ。中国が自前の資源をどうにかしようとすると必ず痛い目を見るのがお決まりの流れになっているみたいだけど、日本はどのように中国に対抗していったの？まず霊夢は日本の製鉄会社といえばどの企業を想像する？一番有名なのはやはり日本製鉄よね。そうだ。だが日本製鉄の成り立ちや合併する前はどのような会社だったのかまでは知らないだろう。明治時代の日本は鉄鋼の製造技術が未熟で鉄鋼は全て輸入に頼っていたんだ。そこで政府は国産鉄鋼の製造を促進するため官営製鉄所の建設を決定し官営八幡製鉄所が創業を開始した。歴史の教科書で習ったことあるわ。八幡製鉄所の成功を受けて民間企業も鉄鋼事業に参入し始め日本製鉄の前身となる新日本製鉄、住友金属工業、他にも川崎製鉄、日新製鋼、大同特殊鋼、神戸製鋼所の6つが製鉄会社の市場でしのぎを削り技術力を高めていったんだ。日本も一度は世界一になったのよね。ああ、だが1990年代に入ると鉄鋼業界はバブル崩壊やグローバル化の進展により大きな転換期を迎えることとなった。各企業はそれぞれ経営の合理化や海外展開を進めたがなかなか業績は伸びず厳しい経営環境に置かれていたんだ。どうして業績が厳しくなったの？それは中国の台頭だ。中国は世界最大の鉄鋼生産国となり1990年代以降中国経済の急成長を背景に鉄鋼需要が急増したんだ。それで中国政府は鉄鋼生産の拡大を推進したのね。結果として中国の鉄鋼生産量は1990年の約1億トンから2023年には約12億トンに増加するまでに成長したんだ。それって世界全体の鉄鋼生産量のどのくらいなの？約半分だ。生産量の増加で中国の鉄鋼の価格は世界市場において圧倒的な低価格となった。どうしてそうなったの？それは中国政府が鉄鋼産業を保護するために鉄鋼価格の引き下げを促進したためなんだ。なるほどね。中国の安価な鉄の輸入により他国の製鉄会社は価格競争にさらされ不利な状況になった。そして各国の製鉄会社は中国の価格に追随して値下げ競争を実施せざるを得なくなったわけだ。そういうことなのね。ああ、中国の鉄鋼生産量の増加と安価な鉄の輸入により価格競争が激化してしまい鉄鋼価格は世界的に大幅に下落したんだ。一部の製鉄会社は価格競争の激化についていけず倒産するなど経営困難な状況に陥った。中国が市場を荒らしたのね。そうだ。中国製鉄業界は他国から批判を受けるほどに問題視されていた。日本はどうなったの？もちろん日本も業界として悪影響を受けてしまいこの状況を乗り切るため2012年新日本製鉄住友金属工業の2社が合併し現在の日本製鉄が誕生したんだ。日本を代表する鉄鋼メーカーが手を組んだということね。しかし統合により生産能力や販売網が拡大した一方でコストは増加してしまい経営は悪化した。2019年には連結営業損益が1000億円を超える赤字に近づくという経営危機に直面していたんだ。厳しいわね。この危機を打開するため日本製鉄は橋本英二氏を社長に迎えたんだ。橋本社長ってどのような人だったの？橋本氏は1955年に熊本県錦町に生まれた。錦町は日本製鉄の創業の地でもあり幼い頃から鉄鋼業に触れる機会が多かったそうだ。何か運命を感じるわね。一橋大学商学部を卒業後1979年に新日本製鉄に入社した。入社後は主に鋼材の営業畑を歩みその後輸出や海外事業を担当し、2013年から常務執行役員としてブラジルの合弁会社を立て直したんだ。すごいわね。その手腕を買われて2019年に社長に就任したわけだ。社長になってからどんなことをしたの？
設備投資の大幅な削減や航路の休止、海外事業の再編など大胆な改革を次々に断行した。世界的に鉄の価格が下落している中で日本製鉄は国内向けの製鉄生産量を前期比の 12.5% 減の1700万トンに縮小し、国内向けの鋼材販売価格を前期比の 10.6% 上昇させたんだ。よくそんなことができたものね。まったくだ。世界的な価格競争に乗らないこの経営判断は中国の安価な鉄の輸入や脱炭素化の対応などの課題に対応するためでもあり、コスト削減と生産効率の向上を図ったというわけだな。当時は長引くパンデミックで先行きが不透明だったはずよね。そうだ。だが自動車や造船などの国内産業は引き続き鉄鋼需要が高いと判断し、国内需要の拡大に注力して増収増益という結果を出したんだ。それで中国はどうなったの？中国の鉄鋼生産量の増加が国内の需要を大きく上回り、鉄鋼の大量在庫を抱える事態となった。中国政府はどうしたの？苦肉の策として環境保護という建前を理由に鉄鋼生産の抑制を図ったんだ。その結果、中国の鉄鋼生産量は2023年には前年比 10% 減の11億トンとなった。だいぶ陰りが見えてきたわね。生産量の減少により需要と供給のバランスが崩れて、中国製鉄業界は価格競争にさらされた。そして経営が悪化するところが増えて、倒産する会社の数が爆発的に増えてしまったんだ。中国国内にも大きな影響があったんじゃない？その通り、中国の鉄鋼工場では多くの従業員が解雇されている。中国の鉄鋼メーカーは海外への輸出を拡大して損失を取り戻そうとするものの、もともと品質に難があることが知られているな。品質が低い理由は何なの？生産の多くは中小規模の製鉄所で、設備や技術が旧式の上、品質管理が十分に行き届いていないからだ。なるほど。その結果、製品の強度や耐久性に問題が生じているということね。日本製鉄の経営方針転換による質の良い鉄鋼の販売などで取引先を取られる形となった中国製鉄業界の損失額は推定で1兆元約16兆円に上るとされている。ものすごい損失額ね。中国の製鉄業界は長年低価格競争に世界を巻き込んできたが、品質や技術の向上には取り組んでこなかったからな。業界自体の経営姿勢の甘さを象徴するわね。中国が凋落している間も日本製鉄は様々な取り組みをしている。有名なところではトヨタとのやり取りがあるな。それって何？日本製鉄の値上げはトヨタをはじめとする大手企業に大きな影響を与えた。トヨタは自動車の製造に大量の鉄鋼を使用しているから、日本製鉄の値上げにより自動車の製造コストが上昇し、利益が圧迫されることになった。それでトヨタはどうしたの？トヨタは日本製鉄の値上げに反発し、日本製鉄と交渉を重ねたんだ。通常なら大口の取引先からの要望であれば簡単に交渉に乗ってしまいそうなものだけど、ああでも簡単には譲らず、最終的に日本製鉄はトヨタ向けの値上げ幅を他社向けの値上げ幅より抑えるなどの情報しつつも、自社の利益率を上げる価格交渉に成功した。その結果、経営危機を脱し、 V 字回復を実現することができたんだ。それはすごいわね。橋本社長の改革は日本製鉄の経営を抜本的に改善し、世界トップクラスの競争力を維持するための礎となった。中国は鉄鋼にしても、今問題になっている EV にしても、目先の利益しか追いかけず、その場限りの経営を行っているわね。だから情勢が変わると一気に市場が脆くなるという脆弱さがあるんだな。調子のいい時に先を見越して対策を取っておけば良いのに、そこまで気が回らないのはなぜなのかしら。中国製鉄業界の失敗は、中国政府の政策や経営者の甘さなど様々な要因が複合的に影響したものと言えるな。やはり低価格競争が悪かったのかしら。そうだ。低価格競争に陥ることで、品質や技術の向上への取り組みを後回しにしてきた結果、世界市場において競争力を失ってしまったんだ。安かろう悪かろうイコールメイドインチャイナというイメージが定着してしまったわけね。日本製鉄では高品質高付加価値製品の開発提供に注力することで、中国製鉄業界との差別化を図ってきたということだな。だから中国の鉄鋼生産量の減少による価格競争の激化にも適切に対応し、取引先からも信頼され業績を伸ばすことができたわけだ。さすがは橋本社長ね。まさに日本製鉄の成功は、経営陣や社員の卓越した経営力と技術力、そして強い危機意識とチャレンジ精神の表れだ。そんな日本製鉄だけど、アメリカの会社を買収するのよね。ああ、日本製鉄が12月18日アメリカ鉄鋼大手の US スチールを買収することで両社が合意したと発表したな。日本製鉄が US スチール株を1株55ドルで全株取得して完全子会社にするということだ。買収額は約2兆円ですって？そうだ。この買収によって日本製鉄の粗鋼生産量は現在の世界4位から3位に浮上するんだ。みんなびっくりしているわね。
日本製鉄は建築用から EV 向けまで鉄鋼需要の堅調なアメリカ市場の成長力を取り込むとともに、US スチールが持つ最先端の電炉技術や原料となる鉄鉱石の鉱山を手に入れることになる。脱炭素が迫られる中で鉄鋼生産では再生エネルギーによる電気を使った電炉に注目が集まっており、得意の自動車向けの電磁鋼板などで競争力を一段と加速させたいんだろうな。でも US スチールってアメリカを代表する名門企業なんでしょ？鉄鋼王として知られるアンドリュー・カーネギーや金融王であるジョン・モルガンが作った鉄鋼会社などが合併してできた企業だぜ。1960年代まで生産量世界一を誇り、その名の通りアメリカを体現する企業だったな。その名門企業に追いつき追い越して1970年代に世界一の座を奪ったのが日本製鉄の前身である新日鉄なんでしょ？アーシン日鉄の源流は関営八幡製鉄所で US スチールが誕生した同じ1901年に生まれている。当時は鉄鋼分野でも激しい日米摩擦が起きたな。どれくらい激しかったの？US スチールの政治力は凄まじく、70年代からセーフガードや反ダンピング税といった国内措置を繰り返し求め、いわば保護貿易主義の権化といった感じだな。最近だとトランプ政権下で安全保障を理由にした追加関税が発動されたことがあったわね。こうした保護貿易措置によって US スチールの国内生産や雇用は守られたわけだが、一方で経営の効率化は遅れ、高コスト体質に陥り US スチールは競争力を失っていった。当然よね。今や世界27位、アメリカ国内でも3位にまで転落するという落日ぶりだぜ。日米鉄鋼の名手同士による大型再編を後押しした背景は何だったのかしら？もちろん中国の存在があるな。中国は今や世界最大の鉄鋼生産国で、そこを生産量は年10億トンを超え、1億トン前後の日本やアメリカを大きくしのいでいる。その中国が東南アジア市場をはじめとする世界に輸出攻勢をかけ、市況を悪化させる事態が繰り返し起きているんだ。ひどいものね。野放しにすれば一部製品の中国依存によってサプライチェーンの分断を招き、引いては重要製品の調達にも影響が及びかねないぜ。まさに経済安全保障に直結しているな。もはやアメリカの鉄鋼産業にとって敵は日本ではないってことね。経済安全保障の利害が一致する日米の企業が連携を深めることで、高い成長と一段の技術力を求めることは時代の理にかなっているぜ。でも鉄は国家なりっていう言葉もあったわよね。そうだ。名門企業が外国資本に買われるとなれば、穏やかでない人たちも出てくるな。労働組合でしょ？全米鉄鋼労働組合は合意が発表された直後に買収反対の声明を出したぜ。労働者が守られなくなるという理屈ね。マルコ・ルビオ氏ら3人の共和党上院議員がイエレン財務長官らに買収は阻止すべきだとの書簡を送ったし、民主党からも US スチールのお膝元ペンシルバニア州選出のフェッターマン上院議員が阻止のためなら何でもすると反対運動を予告している。バイデン大統領が再選を目指す大統領選挙前にどんな対応をするのか注目ね。ホワイトハウスはたとえ親密な同盟であっても真剣な精査に値するとの声明を発表したぜ。これからどうなるのか見ものね。あ、19日の株式市場はひとまず下げの反応だったな。何か懸念でもあったのかしら。一つは高値掴みの懸念があるな。日本製鉄の買収案は US スチール、一株あたり55ドルで 40% のプレミアムをつけたんだぜ。でも US スチールは8月に身売りを含めた戦略的選択肢を検討していると公表してたわよね。そうだ。8月以前の株価は20から30ドルだったから、実はプレミアムはかなりのものだ。買収に伴う財務への影響はどうなの？2兆円の買収資金は国内の主要取引銀行から融資の確約を受けており、一旦は借入金で対応するらしいぜ。このことで負債資本倍率は 0.5 から 0.9 まで上昇するな。 0.9 というとどうなの？一般には安全圏とされるが、今後必要に応じて最適な資金調達手段を検討するとも言っているから、株式市場が嫌う増資の可能性が残っているな。 US スチールが抱える問題はないの？US スチールは名門ながら業績は長く低迷している。2021年以降は黒字を保つが、その前の10年のうち7年は最終赤字だぜ。名門ゆえに高コスト体質で、労働組合の経営への関与も強いんだ。やっぱりね。実際全米鉄鋼労働組合は日本製鉄による買収を非難する声明を即座に出したな。でもこうした懸念は100も承知だったんでしょ？まあな。日本製鉄は長年の課題だった国内の余剰生産能力を削減し、国内大口顧客との紐付き価格の是正や高付加価値化に取り組むことで業績は大幅に改善していることがあるな。どれくらいなの？2020年度の最終赤字から、足元では評価損益などを除く実力ベースの事業利益率が2桁%目前になったぜ。生産量は？
単独粗鉱生産は2014年度の4823万トンから直近見通しで3500万トンへと縮小してしまったな。この先も国内の鉄鋼需要は減少していくと見られており、数量の本格的な反転は期待できないぜ。価格もおよそ適正水準となり、高付加価値化を進めるにしても国内の鉄鋼事業で大きな利益成長は見込めない。厳しい状況ね。こうした背景から近年日本製鉄はグローバルでの粗鉱生産能力1億トンの確保将来ビジョンとして掲げ、海外での成長投資を強化してきたんだ。2019年には欧州アルセロールミタルとの合弁で、インド5位の鉄鋼大手を7700億円で買収したな。2社の合弁会社は2022年にインドに約1兆円の追加投資を敢行し、生産能力や港湾設備を増強しているぜ。またタイで電炉メーカーを日本製鉄単独で買収したし、ミタルとのアメリカ合弁会社で電炉建設にも動いているな。着々と手を打ってきたのね。これらによって粗鋼生産能力は足元で6600万トンに達し、 US スチールの買収が完了すれば8600万トンになる。さらにインドでの増強追加の計画まで勘案すれば1億トンを完全に射程圏に捉えているんだ。成長市場を取り込むには生産能力が必要というわけね。規模だけを拡大したところで利益につながるとは限らないが、鉄鋼業は数量×付加価値のビジネスだ。規模の経済が働くことも事実だぜ。インドは有望な市場なの？インドは中国に次ぐ世界第2位の市場だが、人口あたり鋼材使用量は日本の約5分の1と成長余力が大きいんだ。アメリカはどうなの？アメリカの需要は先進国で最大となる年間約1億トンあるのに対し、同国内の粗鋼生産量は8000万トン台だ。トランプ前大統領の時代に鋼材輸入に関税をかけたことでタイトな需給が続いているぜ。熱円鋼板を巻き取ったホットコイルは、中国経済の落ち込みからアジア市場はトンあたり600ドル台と低迷する中、アメリカ市場では1100ドルをつけているな。今後の見込みがありそうね。人口増加も続く AEV シフトを受けて、日本製鉄が得意とする電磁鋼板など高付加価値鋼材の需要の伸びが期待できるな。こうしたアメリカ市場の成長を享受するには生産能力が必要ということだ。それで今回の案件が出てきて条件にあったということね。US スチールはアメリカ国内だけで高炉8基、電炉3基持っており、さらに2基の電炉建設中だ。鋼板や鋼管に加工する下工程の設備も保有しているし、供給基地としては申し分ないぜ。他にも理由はあったのかしら？自社鉱山で鉄鉱石を 100% 自給できる点も魅力だな。日本製鉄はこの11月にカナダの鉱材会社へ2000億円 20% 出資を決めたんだが、良質な資源権益を囲い込むことは収益安定に加え、脱炭素を睨んでも重要だな。それ以外には？US スチールが2019年に買収した電炉メーカービッグリバースチールの存在も大きいぜ。スクラップや鉄鉱石を天然ガスで還元した還元鉄から鉄鋼製品を作る電炉は CO2 の排出量が高炉に比べて圧倒的に少ないという利点があるんだ。反面電炉では自動車用の高級鋼を作るのが難しいとされるが、ビッグリバーは無方向性電磁鋼板のラインを今年10月に稼働させたんだ。実力のある会社なのね。EV で使われる高効率モーターに不可欠な無方向性電磁鋼板では世界で先行する日本製鉄でさえ、電炉での生産は昨年から始めたばかりだからな。ビッグリバーと日本製鉄の技術設備の相互活用は US スチール買収のわかりやすいシナジーになるはずだぜ。中国の話に戻るけど、最近はどうなの？中国の2023年上半期の鉄鋼市場では鉄鋼メーカーの生産量が全体的に増加した一方で、需要が期待したほど伸びなかったんだ。その結果、鉄鋼メーカーの多くが業績悪化に直面しているぜ。赤字なの？1から6月期の業績予想を開示した23社の上場鉄鋼メーカーのうち半数を超える13社が純損益の赤字を予告したそうだ。増益の企業はあるの？前年同期比で増益を見込む企業はわずか4社だ。大赤字の会社もあるのよね？23社の中で最大の赤字予想を示したのは、安徽省に本拠を置くマアン三鋼鉄だ。その額は22億3800万円、約434億8600万円になるらしいぜ。本当大赤字ね。上半期は鋼材の需要回復が予想に届かず、市場価格が低迷した。一方で生産コストは相対的な高止まりが続き、鉄鋼業界全体の収益が圧迫されたと言っているらしい。需要が減った理由は何なのかしら？鋼材需要の低迷の背景には不動産市況の悪化に伴う建築用鋼材の需要減少があるな。国家統計局のデータによれば、2023年上半期の中国の固定資産投資額は前年同期比 3.8% 増加した。しかし内訳を見ると、不動産開発投資は前年同期比 7.9% の減少だったんだ。中国政府は何してるの？中国政府の所管当局は2023年の通年の粗鋼生産量を前年並みに抑える方針だぜ。
つまり2022年の生産量である10億1800万トンを超える生産を当局が鉄鋼メーカーに認めないことを意味するわけだ。上半期の生産量はすでに前年を上回っており、下半期は鉄鋼業界に対する減産圧力が高まるのは必然だな。ということで今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。日本が世界に誇る半導体製造装置の輸出規制をした結果、中国半導体産業では厳しい局面が続く現状を解説していくぜ。最近ニュースになっている話題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本は中国に向け輸出規制措置を行ったことにより、中国の半導体産業が重大な影響を受けているんだ。この規制によりすでに米国が行っている規制以上に、中国の半導体製造能力に影響を及ぼすと言われているんだな。なぜ中国が標的にされているのかしら？後に詳しく説明するが、国家安全保障と利益を守るためなんだ。中国に対してなぜここまで厳しい措置をしなければいけなかったのか詳しく説明していくぜ。さらに措置により中国の半導体事業がどうなっていくのか、今後の情勢も知っていってくれよな。中国は大手不動産がデフォルトしたとか、ニュースになっていて何かと不安定な情勢だよね。まずは半導体というのは電気をよく通す金属の導体と、電気をほぼ通さないゴムなどの絶縁体があり、これらの性質をどちらも兼ね揃えた物質や材料のことだぜ。現代社会において多くの技術の基盤になっているんだな。これは電気の流れをコントロールするトランジスタから、マイクロプロセッサチップにも含まれているんだ。パソコンとかに使われているのかな？スマートフォンやデジタルカメラ、テレビや冷蔵庫など身近な家電に使われているんだぜ。電気自動車やデータセンターなどの領域での需要拡大に伴い、半導体市場は引き続き成長を続けているんだ。日本は世界半導体市場統計の予測によれば、2022年の半導体市場は前年比で 4.4% 増加したんだが、2023年には 4.1% の減少と言われているんだな。半導体が不足していたのね。その情勢は今も変わらないのかしら？2024年以降には、IC などを含む多岐にわたる製品の需要が回復すると示唆され、市場は再びプラス成長へと向かうとされているんだぜ。日本には世界に誇る半導体製造装置技術があるんだ。それは主に露光装置やエッチング装置など、生産工程で使われる機器なんだな。専門用語ばかりで難しいわね。これらは最も精密な機械と言われるくらいで、非常に高額な装置なんだ。要はパソコンやテレビなどの電子製品を動かす基礎になる半導体の材料のことだな。日本の半導体製造装置製造企業は、その先端技術と高い品質管理により世界市場で高いシェアを保持しているんだ。特に東京エレクトロンが製造するコータデベロッパーという製品は、半導体の製造過程でウエハに環工材を塗布したり現像したりする機器なんだぜ。東京エレクトロンは半導体技術が高く、世界に誇れるレベルなのね。そうだぜ。東京エレクトロンがこの分野で 90% 以上の市場シェアを持っているんだな。つまり世界中の半導体製造者のほとんどが、東京エレクトロンの機器を使用しているということだぜ。そんな日本はかつて半導体シェアを伸ばし世界の頂点に立っているんだ。世界へ存在感を残し新技術を開発した日本は、世界から羨望の眼差しで注目を集めているんだな。知らなかったわ。かつてはってことは今は衰えているってことかな？1990年前後は NEC や東芝、モトローラや日立製作所など日本企業が、売上高の世界ランキングで上位を席巻していたんだぜ。だがアメリカや韓国そして台湾などの企業が台頭し、日本勢の売上高シェアはどんどん低くなっていったんだな。明確な理由があるのかしら？労働コストの問題で日本企業が価格競争で勝てなくなっていったことや、ソフトウェア的要素が必要な開発分野で日本企業の劣勢が続いたことなどが挙げられているんだ。かつて鉄は産業の米とも呼ばれ、お米のように産業に欠かせないという意味を指していたんだな。この産業の米たる半導体分野で日本のシェアが低下していくことは、世界において存在感を失うのではないかと懸念されていたんだぜ。半導体製品のシェアを失ったとはいえ、半導体製造装置など材料に関しては高いシェアを維持し続けているんだ。日本の企業が積み上げてきた実績があるのね。その通りだぜ。サプライチェーン構築のため製造装置や、材料を提供してきた企業がその強みをそのまま保っている状況なんだぜ。これまでに培ってきた技術があるからこそ、日本は強さを保てるんだ。これまでの努力は決して無駄じゃなかったわね。そんな日本国内では最先端の半導体を製造するため、大手企業が出資し新たな半導体企業ラピダスを設立しているんだな。ソニーやトヨタ自動車そしてデンソーやキオクシア、NTT や NEC など大手企業8社だぜ。専門家集団が集まった企業なのね。
日本政府は半導体への投資を加速させているってことかな。日本政府も700億円の開発費を拠出しているんだな。それだけ需要が高まっていることは間違いないぜ。次世代半導体の国内生産を目指していて、2025年に北海道千歳市に試験製造ラインを設置し、2027年までに商業生産を開始することを目指しているんだ。現代は半導体の時代に突入していて、その市場規模は今後10年間で2倍以上に拡大し、2030年頃には100兆円の市場規模に達すると予測されているんだな。日本だけじゃなく世界各地で大きな動きがあるのかな？中国政府は中国製造2025という政策を提唱しているんだ。2049年までに製造業大国を目指し、2025年までに国内で使用する半導体 70% を自国で生産するという、半導体技術の拡大を掲げているんだぜ。半導体の自給率は自国で消費する半導体の中で、自国内で製造されたものがどれだけの割合を占めるかを示すんだな。日本にとって脅威とも言えるわね。現状どのくらいを占めているのかしら？中国の自給率は約 15% で、そのうち 9% は外国企業が中国で生産しているため、実際に中国の企業が生産している半導体は、全体の 6% しかないという現状だ。中国はスマートフォンやパソコンサーバーなどの情報通信機器、さらには自動車やロボットといった製品の大手生産国なんだぜ。さらに消費国であるにもかかわらず、半導体については他国に依存する部分が多く、輸入の額は石油さえも上回っているんだな。中国のシェア率は他国のおかげでもあるのね。ここまで半導体に力を入れるのはなぜかしら？中国は米国へ対抗するにも自国で半導体を開発し、生産する能力を強化する必要があるわけだ。そもそも半導体は電子機器になくてはならない存在だな。電気通信ネットワークに侵入するのを防ぐなど、国家の安全保障や軍事技術にも密接に関わっているからだぜ。米中間の貿易摩擦や対立が深まる中で、米国が中国への半導体技術の移転や、供給を規制しようとする動きを見せているんだ。野心的とも言える中国2025を掲げた背景は、これが理由だったのね。半導体技術は AI や 5G などの新しい技術や、サービスの発展を後押しする政策でもあり期待度が高まっているんだぜ。中国がこれらの分野で世界の先頭を走り続けるためには、半導体技術の改良と向上が欠かせないんだな。需要が高まる技術とはいえ、開発者がいないことには成り立たないわよね。その通りだぜ。中国が掲げる半導体自給率70という目標は、達成までの道のりが非常に難しいのが現状なんだ。アメリカの市場調査会社 IC インサイトによれば、2022年までに中国で生産される集積回路は、約 19.4% にしか達しないと予測されていたんだぜ。半導体製造に必要な基本技術、特に製造装置や材料について中国は日本や欧米に比べて大きな遅れがあるんだ。急成長した中国だけど現実は厳しいものだね。半導体製造装置の市場シェアは日本が約 50%、欧米が約 40% を占めていて中国は約 5% 以下に過ぎないんだぜ。それに半導体製造装置や材料の自国生産化を進めるには、膨大な投資と長期にわたる研究開発が必要だ。半導体の設計や開発においても中国は先進国に比べて、技術力や人材が不足しているのが現状だな。具体的にどんな技術が遅れているのかしら？最先端の半導体製造に必要な極端紫外線露光技術や、3D ナノインプリント技術など中国はまだ実用化に至っていないんだぜ。つまり半導体の市場や需要面でも、中国は国際的な競争に直面しているんだな。半導体産業では米国や韓国さらに台湾などが優位に立っていて、これらの国の製品は品質と性能、価格などで中国製の半導体と競争しているんだぜ。半導体市場の需要を高めるために何ができるのかな？半導体の市場や需要を獲得するためには、消費者の信頼と満足度を高める必要があるんだ。そもそも半導体が深刻な品不足に陥ったことで、製造業全般は大きな打撃を受けたんだが、その大きな理由の一つがコロナ災いによる巣ごもり需要だと指摘されているんだな。急速に電子化が進む業界ではニーズが高まっているが、生産能力を向上させるために、製造過程の一部を外部にアウトソーシングすることが必要だと言われているんだ。どういうことかしら？設備投資し製造ラインを拡充するには時間がかかり、多様化する変化に対応できる設備となると大きなリスクを伴うわけだな。そんな中安定して半導体を供給するには、工程の一部を外部に委託し設備投資リスクを最小限にでき、多様化する変化にも対応できる体制を整えられるんだ。需要増減への対応力も向上するってわけだね。
こうした現状に直面しながらも中国政府は、半導体産業の育成に向けた強い意志と大量の資金、政策的な支援を提供しているんだぜ。2023年3月に日本政府は先端半導体製造装置など、23品目を輸出管理の対象にするという発表をしたんだ。これは先端技術が軍事的な利用につながることを防ぐための措置であり、この新たな規制により大きな混乱が起こっているんだぜ。中国だけに発令された措置なのかしら？これは特定の国をターゲットとした措置ではないんだが、実際には中国を含む一部の国々への輸出を厳しく制限しているんだな。対象となる42の国と地域を除いた輸出には、事前に経済産業省からの許可が必要となるんだぜ。新たに規制対象となる23の品目には極端紫外線を扱う製品や、立体的に積み上げることが可能なエッチング装置などが含まれているんだ。つまり中国にとって半導体製造になくてはならない製品が、輸入の制限を受けているってことなのね。その通りだぜ。これらはすべて10から14ナノメートル以下、先端半導体の製造に重要なものなんだぜ。だから中国にとってこの輸出規制は大きな打撃となっているんだな。自国で半導体の開発や生産を進める能力が制約され、アメリカも先端半導体製造装置や技術など、中国への輸出を強く規制し、オランダも同じ措置を取ると言われているんだ。中国はこれらの国からの輸入に依存していて、日本も同様に半導体製造装置に強みを持つ国であるため同調を求められているんだぜ。輸出規制に動きを見せているのはアメリカとオランダ、そして日本の3カ国なのね。そもそも中国が潔く承諾するとは思えないんだけど、半導体産業の発展を大きく妨げることになる中国は、もちろん黙っていなかったんだな。中国は日本の輸出規制が世界貿易機関のルールを破っていると主張し、日本に対し深刻な懸念を表明、さらに誤った行為の修正を求めていたんだぜ。だが日本はこの輸出規制が、国際的な安全保障を維持するために必要であると反論していて、両国間の緊張が高まる可能性があるんだな。中国はどんな対抗策を始めたのかしら？アメリカとオランダ、そして日本の輸出規制に対し、米半導体大手、マイクロンテクノロジー製品の調達を停止すると発表したんだ。さらに半導体や電子部品の素材となるガリウムや、ゲルマニウム関連品目の輸出を許可制にする方針を示しているんだな。日本への影響はどうなるのかな？輸出規制の対象は限られるため、日本企業に与える影響は必ずしも大きくはないんだ。だが対中規制が強化され、中国からの対抗措置もエスカレートしていけば、日本の企業や経済に与える打撃は着実に大きくなっていくだろうな。互いに譲られない理由があるだけに、措置が拡大していくのは想像できるわね。2023年7月時点、すでにアメリカでは、対中規制強化を検討していると発表し、半導体及び半導体製造装置など、輸出規制の範囲を拡大するものだぜ。終わりが見えない争いにも感じるけれどね。そう思うのも無理はないな。アメリカ企業からも警戒の声が上がっていたんだな。アメリカの半導体大手企業3社は同年、政府高官と会合を開き、新たな規制の強化について協議をしたんだ。内容は非公開であるが、米国政府による対中半導体輸出規制の追加措置の可能性と題し、声明文を公表したんだぜ。追加措置への懸念を表明していたのね。アメリカが過度な制限措置を繰り返せば、国内の半導体産業の競争力を低下させ、サプライチェーンを混乱させると言われていたんだ。さらに重大な不確実性を引き起こし、中国による継続的な報復措置を拡大させる恐れがあるとも言われていたんだぜ。そうだろうね。互いに引かない争いをしていても、いつまで経っても解決できないものね。アメリカ半導体工業界によれば、緊張を緩和することが必要であり、これ以上緊張を高めるのではなく、対話を通じて解決策を模索すべきだと求めていたんだな。そもそも中国への規制強化は、アメリカの安全保障上の脅威を取り除く目的で行われた措置だ。そのため範囲が狭く限定されているわけだぜ。アメリカは安全保障上と言いつつも、中国の脅威に警戒しているのは間違いないな。どういう意味かしら？安全保障分野に止まらず、中国からの安価な製品輸入によって、アメリカでは生産や雇用が失われている背景もあるんだぜ。バイデン政権は関税の障壁を避け、アメリカに輸入する製品に、中国製の部品が多く使われていることを警戒していたんだな。現に中国からの自動車部品の比率が高まっていたんだ。そのためアメリカは自由貿易協定の締結に、一段と慎重な姿勢を明らにしていたんだぜ。自由貿易協定の域外から安価な部品や、製品が入ってくることを警戒していたことがよくわかるわね。それに安全保障はもちろん、生産や雇用を中国から守るために必要な措置でもあるのね。これはデリスキングよりもデカップリングに近いんだな。デリス？
どういう意味かしら？デリスキングとは事業や投資など活動に伴う、潜在的なリスクを最小限に抑えることを指しているんだ。混乱に備え中国とのサプライチェーンを伏線化することや、必要不可欠な原材料での中国支配を弱めることなどを意味しているんだぜ。一方でカップリングとは他国との経済的な依存関係を減らし、独自の経済を保護するために取られる政策や手段を意味しているんだな。つまりアメリカはリスク軽減を方針と唱えつつも、中国を排除する動きを強めているんだ。そう言える根拠があるのかな？中国製品は世界のサプライチェーンに深く関わっているぜ。欧州連合によれば EV のバッテリーに使われる、リチウムイオン電池の 66% を中国から供給しているんだな。他にもゼンレアース鉱物の 86%、ドローンの 77% や太陽光パネル製造の 80% を中国が占めているんだぜ。中国に依存しているとも言えるわね。急発展を遂げた中国の脅威に焦りを感じているのかもしれないな。それに米中の対抗が強まれば世界経済へ大きな混乱をもたらすことにつながるだろうな。アメリカがさらに中国に対し輸出輸入規制強化に動けば、世界経済の安定維持の観点から日本に対し、同調を求められる可能性は十分に考えられるぜ。そもそも中国ではどれくらい半導体が売れているのかしら？2021年の時点で中国で生産された半導体の売上高は約312億ドルであり、そのうち中国の企業が生産したのは約123億ドルに過ぎないんだ。これは国内市場規模の約 6.6% しかカバーしていないってことだぜ。2018年時点でも自給率は 15.5% にしかなっておらず、70% という目標達成は困難と示唆されているんだぜ。このままでは達成できるとは思えないわね。そう思うのは霊夢だけじゃないぜ。これらの状況を踏まえ中国2025の目標が達成可能かという問いに対しては多くの見方が否定的なんだ。中国政府は米国や欧州からの技術規制や制裁を受けて、先端半導体の開発や生産に必要な装置、素材の調達が難しくなっているんだぜ。さらに中国の企業は既存の技術を使い、大量生産を増やすことに力を入れているんだな。だが先端技術の獲得には時間と費用がかかるんだ。中国内で動きを見せるものの実現まで厳しい道のりだね。だからこそ中国政府は戦略を変更し、価格競争力と性能を兼ね備えた半導体の製造に向け、プロジェクトに資源を集中する方針を見せていたんだぜ。それでも追いつくのは難しそうだね。中国は全く発展していないのかしら？中国の半導体産業が遅れていると言える一方で、全く発展していないわけではないんだな。具体的な数値で比較して説明していくぜ。2021年に中国で製造された半導体の売上高は、約312億ドルだ。そのうち中国に本社を置く中国資本の企業は、39に当たる123億ドル相当を生産したが、これは世界規模で見ると 6.6% ほどなんだぜ。残りは全て外国企業ってことかな？そうだぜ。残り 61% は TSMC や SK ハイニックスなど、中国に IC ウェハサブを持っている他の外国企業が、生産したことを意味しているんだな。さっき中国資本の企業が123億ドル生産したと説明したが、そのうち IDM が約27億ドル、SMIC が96億ドルであると言われているぜ。世界の半導体売上高ランキングのトップ10に入るためには、少なくとも70億人民元以上が必要とされているんだな。中国の半導体大手企業はどこかしら？2021年末に中国で市場調査が行われ、中国の半導体企業売上高トップ10が発表されたんだ。そしてランキングトップは中国の通信機器メーカー大手、ファーウェイの子会社であるハイシリコンだと明確にしているんだぜ。中国にはハイシリコンのような大企業から、個人事業に至るまで2800社あるんだな。また2021年には世界の半導体生産能力の約 16% を中国が占めているんだ。これは韓国や台湾に次ぐ規模で、中国の半導体産業の成長を示しているんだぜ。成長を見せつつも世界と比べたらまだ足りていないのね。その生産能力の約半分は海外の大手半導体製造会社が握っていて、自主的な開発や先端技術の取得にはまだ課題を抱えているんだ。世界の5大半導体製造装置メーカーであるアプライドマテリアルズと ASML、ラムリサーチと東京エレクトロンと KLA だな。2017年はこれらの企業の売上に占める中国の割合は約 15% 程度だったが、2021年には約 29% まで増加しているんだぜ。中国政府が半導体産業への投資を強化していることがよくわかる結果だね。しかし説明したように中国は、米国や欧州などからの技術規制や制裁を受けて、先端半導体の開発や生産に必要な装置や材料の確保が難しい状況にあるわけだ。
これらの事実から中国の半導体産業は量的には確かに成長しているが、質的な面ではまだ世界の先端技術に追いついていないと言えるんだぜ。今後も国内の需要の増大や政策の支援によって成長は見込まれるが、先端技術の取得や国際環境の変化への対応が必要となるだろうな。中国はより一層積極的に、独自開発や事業拡大を進めていくことが求められるわね。日本も半導体産業を拡大していくために、海外に負けず新技術の存在が明るいニュースになってくれることを期待しているわ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。